これは、この世界のどこかにある、小さなおもちゃ屋さんのお話です。このおもちゃ屋さんは、もちこさんという女性が、一人で経営していました。もちこさんはとっても優しくて、気遣いが上手なので、お客さんとすぐに仲良しになることができました。そんな仲良しのお客さんの一人がみこちゃんです。お客さんといっても、みこちゃんは小学生です。お金をあまり持っていませんから、買い物をすることはほとんどありません。お店に来て、いろんなおもちゃを眺めたり、時には触らせてもらったりするだけです。それでももちこさんは、みこちゃんのことが大好きでした。もちこさんも子供の頃からおもちゃが大好きで、お金がなくても、よくおもちゃ屋さんに通っていました。そんな昔の自分と、みこちゃんを重ね合わせていたのです。わあ、すごいすごい、ひまりちゃんのレアカードだ。うふふふ、今日手に入ったんだ。すごい、キラキラだよ。ねえねえ、もちこさん、触ってもいいかな？手袋をつければいいよ。やった、もちこさんありがとう。みこちゃんの学校では、ひまりちゃんカードというカードゲームが大人気でした。可愛いカードを集めて見せ合いっこをしたり、カードを戦わせたりするのです。中でも数が少なくて、値段の高いレアカードは、子供たちにとって、喉から手が出るほどの憧れでした。もちこさん、これっていくらするの？5万円だよ。全然買えないや。でもそれくらいするよね。みこちゃんはそれから毎日、お店にやってきました。キラキラカードを眺めて、かわいいな、とか、いつ売れちゃうのかな、と、ため息をつくのでした。そんなみこちゃんの様子を見て、もちこさんは思うのでした。おもちゃは、おもちゃのことを心から大切にしてくれる人に持ってもらうのが一番いい。これはお金なんかよりずっと大切な、私の信念だ。多分、みこちゃんなら世界中の誰よりも、このカードを大切にしてくれるだろう。12月24日、クリスマスイブの朝、いつも通り、みこちゃんがお店にやってきました。もちこさん、クリスマスにカードが欲しいってママに言ったけど、高すぎてダメだって言われちゃったよ。ああ、どうして貧乏な家に生まれちゃったんだろう。うふふ、それは残念だったね。でも今日はクリスマスイブ、サプライズもあるかもよ。そうかな。店員さん、ちょっといいですか？なのだ。はーい、今伺います。ごめんね、みこちゃん。ちょっと待っててね。今日はお話があるから。うん、わかった。5分後。お待たせ、みこちゃん。実はね、私からプレゼントがあって。あれ？みこちゃん？帰っちゃったのかな？もちこさんが戻ると、みこちゃんの姿は見えず、レアカードもなくなっていました。そして、次の日から、みこちゃんはお店に顔を見せなくなりました。年が明けても、1年が経っても、ずっとです。あんなに頻繁に来てくれていたのに、もちこさんは、何とも言えない、もやもやした気持ちになりました。もちこさんのお店には防犯カメラがあります。しかし、もちこさんはその映像を確認することをしませんでした。そこに何が映っていたとしても、胸のもやもやは晴れないし、なくしてしまった大切なものは、帰ってこないとわかっていたからです。